いつか自分が満足できる映画に出会えると信じてる。だから見続けるんだ。昨日の映画は見るに耐えなかった。そったな。何かが足りない。映画制作者たちにとって東野は悪魔そのものだった。何してる。次だ。もっと面白い映画を持ってこい。気に入らない映画を作った者には思いつく限りの罵詈雑言を浴びせるのが東野の生きがいだった。東野義武は自ら映画祭を企画し続けた。その名も合同上映会エクスプロード。メジャーインディペンデント問わず何でも大歓迎の上映会だ。東野の目的はただ一つ、最高の映画に出会うことだった。この映画祭はシンプルだ。とにかく面白い映画を持ってこい。賞金は私の資産すべてだ。